ここが最近村人が消えた場所だね。手がかりは十分すぎるか。撃てる？霧が出てきましたね。近いね。幻影が出てきたら迷わず撃つんだよ。私も少しは変わっているってことかな。ヒンメルが出てくるんだ。そうだね、ヒンメルならそう言う。次は本物に会いに行こう。あれが竜？巣に当てないように気をつけて。はい。こいつは冒険者を何人も食っている。フリーレン様、あまり手応えが。やっぱり竜は硬いね。仕方がない、逃げるよ。そろそろ村に着くってさ。そうですか。何？何でもありません。あんたら峠道を越えるつもりだろう。でも今回は生前の姿のままだった。悪趣味なやつだから出会わないように気をつけないと。ヒンメルたちみたいなこと言うね。まあペルンがいいならいいか。そうだね、私の集めた魔法を褒めてくれたバカがいた。すごいすごい。ただ高恐竜だけは絶対に倒してもらう。30秒足止めしてもらえれば確実に。やっぱりそういうことか。シュタルク、魔物との戦闘経験は？いや、こいつは竜と戦える。できるはずだ。シュタルク、一晩だけ時間をやる。まああいつは優しいやつみたいだからね。分かったよ、忘れるよ。そういえばなぜ竜はこの村を襲わないのでしょうか。気になるなら見てくれば。私はもう寝る。服が透けて見える魔法。フリーレン様は本当に変な魔法ばかり集めていますね。趣味だからね。探す手間が省けたね。服と認識する範囲によっては隠し持っている武器とかが分かる。旅によかった。ではシュタルク様に協力してもらえれば竜は倒せそうですね。だといいけど。よくやった、期待以上だ。偉いぞ。本当にくだらねえな。宝の山だ、うひょー。全部は持っていけませんよ。警戒している。怖かった。俺の弟子はとんでもない戦士になる。もう死んでいるよ。え？クソババアか。久々にゆっくり魔法の研究ができるぞ。宿に荷物を置いたら魔法店に行こうっと。というわけでこの町は安全そうだし、しばらくここで待つとしよう。見てください、ほら、触るとすぐに溶けてしまいます。触っちゃダメだって、食べるんだから。くだらん。見えますが、あまり面白い魔法ではありませんね。悪かったね、面白い体じゃなくて。それでシュタルク、これからどうする？フリーレン様、こんなところで何をやっているんですか。何やらかしたんだよ。知らないよ、私はただ魔法店をはしごしていただけで追われてるんだよ。待って、すごく嫌な流れな気がする。いや気にしてないよ、この人は衛兵の仕事をしただけだし、私も全く急いでなくて、むしろのんびり。また北側へ旅立つおつもりなのですが。言っても無駄だと思っていたんだよ。それに私こういうのあまり好きじゃないんだよ。こんな光景落ち着かないでしょ。そうだね、
どうだった？わかりません。いませんね。逃げたか。期待していたんだけど。フリーレン、遅かったじゃん。わかった、約束する。念もいたんだぜ。短いね。超長えよ。そうですね。そっか。ありがとう、フェルン。ヒンメルは私のこと分かってないな。そうかな。ただの日の出だよ。まだ寝てる。フリーレイ様、朝でございます。起きてください。あとはハイターがたまに舌打ちしたくらいかな。あと3分の1ってところかな。わかった。あの言葉はヒンメルに直接伝えてやるべきものだ。おとぎ話だよ。それに今さら会いたいとは思っていない。千年も前のことなのに、結局私は先生の手のひらの上か。眠ってしまいました。のんきなものだ。いろいろ。寒い、痛い。うなされてる。そろそろフリーレン様起こそうかな。フリーレン様、フリーレン様。ああ、ダメか。よくわかりません。ただひたすらに魔法を求めて旅をして何を考えているのでしょうね。とても不思議です。